皆さんおはようございます。ユミレムです。はい、今日は1週間ぶりの仕事ですね。今時間は9時です。昨日に引き続き今日も晴れということで気分がよろしいですわ。かなり人間は太陽が必要ですね。太陽に感謝です。ということで今から1時間かけて空港に行きます。あ、マジで気持ちいいわ。目の前でバスが行ってしまいました。次のバスは8分後ですね。はい、日曜日はねバスの数が少ないんですよ。 だからちょっと時間に余裕を持って行動してください。それにしてもマジでいい天気だわ。普通に遅刻してます私。もう10分ぐらい遅刻してる。やばい、走れ。とりあえずロッカールームに行って靴を変えます。 Second floor, deuxième étage. First floor, premier étage.ゲートに向かってます。なんやかんやで終わりました。4時間のシフトですけど3時間半で終わりましたね。車椅子をしたりとか、はい、しました。お疲れ様です。これがインターナショナルのエアカナダのチェックインカウンターですね。まあ普通だったらここすっごい並ぶんですよ。でフライトも全然ないっていうね。普通だったらここバーって書かれるじゃないですか。カナダもかなり今状況が良くないんですよ。うわマジで誰もいない。こんなの初めて。普通だったらここたくさん人がいるのにおかしいですね。誰もいません。はい、また電車に乗って帰ります。今日もお疲れ。
なんか日本食もいろいろ買って、納豆とかおでんとかケーキも買って、でもなんか一杯飲みたいんだけどみたいな帰りたくないんだけど、でも冷凍食品買っちゃったしな、どうしようっていう感じですね。今日元気だしね。来ちゃったよ来ちゃったよ、またここにユミネムの聖地ブラウンズ。いつもさここさビール3ドルなんだけど今日もうなかったね。そんなんじゃやってられなくなったんだよねきっと。来たよ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 、愛しのビール。ここになったんで、あ、鍵っこ、おしゃれでしょ。はい、こちらが炙りポキですね。ポキ、なんか前と全然違う。安定しないですね。美味しそうじゃん、でも。なんですけど、めっちゃ辛かった。ハラペーニョ入ってて、ハラペーニョ抜きっていうつもりだったんですけど忘れちゃって、バーニングバーニング。え、次何飲みますかみたいな、 Would you like another one? って聞かれたんですけど、ちょっと他のものを頼んでみました。ギネスです。ちょっとね、なんかアイルランドの動画とか見てギネス飲みたくなっちゃって、結構前に思い出して、今ちょっとメニューにあったんで頼んでみました。ギネスをね、このね一杯飲むのは初めてです。喉越しゼロ、超飲みやすい。なんか水飲んでる感じ、冷たい水を飲んでる感じで、ちょっとコーヒーっぽい苦味、ほぼ水ですね。あ、アイスコーヒーみたいな、アイスコーヒーだ。まあ、いつかは本物のね、本場のギネスを飲みたいと思います。